2年の沈黙を破り、今宵あの企画が復活。メンバー同士のガチのしばき合い再び。やるかやられるか、フィジカルと心理戦が織り交ぜる究極の戦い。押し切ってんじゃん。すごい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 、なんかすごい音した。絶対に濡れたくない男たちの激闘が幕を開ける。心の闇があらわに、極限心理バトル鈴の音。パナーマジェット発売記念ファンタスティックスカジノプレゼンツ鈴の音。なんて鈴の音。ファンタスティックスカジノという番組で、鈴の音という企画をやっていたんですけれども、かなり視聴者の方から復活を熱望された企画だったんです。面白かったもんな。で、皆さんの方からも結構やりたいやりたいっていう声、やりたいですよね。1週間前ぐらいからずっとビデオを見てましたよね。それこそ恥ずかしい、言わないでやめて、予習ちゃんとするタイプやめて。しかもさっきも自分の回でニコニコしてみながら、ダサ面白いって、ダサ。本当に見返すほどのものか。鈴の音のルールを知る教材として、前回の佐藤の挑戦をご覧ください。勝負の舞台は10メートル四方に区切られたリング、通称鬼ヶ島。ここで繰り広げられるのは鈴の音1人と鬼7人の刀を使った真剣勝負。鈴のついた刀を持った鈴の音が7人の鬼退治に挑戦。鬼は全員目隠し、頭の上には熱々の水風船がつけられている。全員の水風船を刀で割ることができたら鈴の音の勝利。一方、鬼は鈴の音の刀につけられた鈴の音を頼りに熱々水風船で攻撃。一発でもその勝負服にヒットさせたら鬼の勝利となる。メンバーの性格を知り尽くすリーダー佐藤の活躍に期待していたのだが、よー、あ、こっち側だ。坂井さん、これゴーゴーあっついた。俺俺何の策もなく、ただただ鬼の群れに突撃するという超脳筋戦法に頼る佐藤。検証の結果、わずか8秒で瞬殺、あっという間にずぶ濡れ。この鈴の音でポンコツの貴公子っていうあのキャッチコピーもらって、それ以来ファンの人があのそれを持ったボードとかを見せてくるんですよ。その度に皆さんの顔が思い浮かんで引っ叩いてやりたいですわ。俺らじゃないんだよ、ね、スタッチ側なの。みんなは大丈夫、スタッフさんなの。ケイトはやったっけ。僕もやったんですけど結構瞬殺になったんで、今日はやったっけ。記憶にないよ。一番最初にやりました。それ放送された。されたわ。しっかり一番最初なんで絶対使われるから。そう、ね、俺が当てたやつだ。そう、当てられたやつ。じゃあ早速1回戦の鈴の音決めましょうか。よっしゃー、じゃんけん。やりたい、絶対じゃんけん。やりたいんで、じゃあ僕グー出します。いいって、いいって。心理戦最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、こうでしょ、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 はい、かましょう。おい、勝又ギム取ってこい。ゲームじゃない。あれ、ちょっと3年ブランクありますね。しかも、アイコじゃなかったよ。アイコじゃなかった。はい、こうでしょ。じゃんけんのお約束をいつまでたっても決められない木村さん、相変わらずですね。気を取り直し、じゃんけんに勝利した堀が最初の鈴の音に。一番怖いんだよな。あー、来た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 。やばいか、怖っ怖っ。よっしゃー。メンバー全員が恐怖におののくのもそのはず、前回の鈴の音で堀は。OK、投げて。あー、怖っ。あ、入ってきた、入ってきたよ。開始早々足音で威嚇するオラオラっぷりを見せると、時には静かな暗殺者のように、
時には激しく戦場を舞うように次々と鬼を撃破。さらに仕留めた後のサイコ感あふれる首ゆらゆらアクションがメンバーを恐怖のどん底に突き落とした。あー来た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 。今回も鬼全員撃破に期待がかかる。鬼となった堀以外のメンバーはジャージにお着替え、そして絶対に濡れたくない勝負服で挑む堀のファッションチェック。男は勝負服はスーツということで、スーツ濡れてるやつなんてもうかっこ悪いじゃないですか。絶対濡らしたくないですね。もうこれもしたままいきますもん。靴はスニーカーですね。これでもちょっといいやつなんで、これも絶対汚したくないですね。男らしくセットアップで鈴の音に挑む堀、その意気込みは。最初の方ちょっと生ぬるいと思うんですよ。もうそこをもうスパスパスパって気を緩めてるところ、もう一回やる気出せよっていう感じ、引っ叩いてやりたいです。とにかく最初スピードで一発目一人消します。前回勝利の経験を生かしスピード決着を狙う堀。一方ジャージに着替えた鬼たちにはウィットに富んだプレゼントが。え、来た。何それ、いいんですか。形が形すごい新種のさつまいもみたいな。こちら馬の肝臓と同じ形でございます。誰が知ってるんですか、馬の肝臓。パノラマジェットって書いてある。なんかやだな。邪魔だな。被ってるわ。雑だな。なんかバカにされてる気分。パノラマジェットのヒット祈願で用意させていただいた巨大水風船。通常の10倍のお湯が入っているこの水風船をどう使うかもポイントとなる。全員違う方向向いてて、で自分の方に来たと思った人が言うの。一旦パノラマジェットのサビの位置とかにしてみる。分かりました。定位置。定位置。一回サビ位置ちょうだい。サビ位置ね。でもそこだったらそっちの誰々のところって言ったらみんな分かるんじゃないですか。そうだね。これは確かに。確かに。レイヤ君の方って言ったらここだってなる。あ、はいはい。そうです。このままゲット。ゲット。パノラマジェットみたいに言ってる。パノラマゲット。よしじゃねえ、ガツポツんじゃねえよ、いちいち真剣にやれよ。勝てねえぞ、こんなんじゃ。そうか、そうか、そうだ、そうだ。円になります、じゃあ円。このまま円になる。パス向け円形前回よかった。結局円や。結局ね。結局パノラマジェット円しかないよな。悩んだ結果、結局円形のフォーメーションに落ち着いた鬼。肝心なこれ誰持ちます、パノラマジェット。あ、ケイトします。あ、そうだね。マジか。駆動の1枚狙われる。やばいと思ったら投げていいよ。これ割れる。前回完全制覇を成し遂げた鈴の音堀か、パノラマジェット風船という最終兵器を手に入れた鬼か、1対7の極限バトルを制するのは。おい、よし、怖いな。聞こうしっかり。怖いな、怖いな。待って、静かに喋る。音聞こえないから静かにして。え、聞こえないぞ。あ、左左って割れた。誰方向、誰方向。一人寄って違うんだよ、これ。世界さんの右らへん人で寄って。もっと奥、世界さん、もっと右。沢夏優勢らへんにいます。俺の方です。絶対そう。分かんないか、優勢くんか。そう、怖い怖い。投げていい、やめてください。俺います。今ね、怖い怖い、マジで怖い。威嚇射撃した。え、なに、あ、優先投げたの今。はい。あ、来てる来てる。はい、あ、来てるね。ほら、来た。あれ、なんで投げてんの。え、入ってるかな。何をヒント。それが分かんないんだよね。入ってるのも分かんないですよね。あ、これ左。どっちの、誰の。僕の左。だから大輝くんがあったんですね。嘘、ね、あ、優先投げたの。はい、わずかな鈴の音を頼りに威嚇射撃に出たヤギの攻撃を華麗にかわす堀。そして、あ、これ左。どっちの、誰の。堀の居所を完全に見失う鬼たち。じゃあ誰、で誰に威嚇したんだ、ゆうせいくんは。俺なっちゃんに威嚇。え、じゃあみんな日本語でいい。こっち、ゆうせい、ゆうせい。すごい、怖っ。うわうわ、すごい。なんか濡れてる。堀さんアウトです。マジ？マジ？何何？誰誰？え、ソータ？これこんな難かったっけ？え、ソータ誰が来たの？ソータソータソータ。ソータ。すごいすごいすごい。
自分を見失った瞬間をチャンスと見た堀は一気に突撃。すぐさま沢本を狙うが、ここでまさかの空振り。それでも諦めない堀は華麗なターンで中島にロックオン。しかしここで中島の真正面に立ってしまう痛恨のミス。その結果、うわうわすごい、中島の攻撃が堀の左ももにクリーンヒット。本人もやらかしたとこの顔。とにかく最初スピードで一発目一人消します。そう意気込んでいた堀さんでしたが、終わってみれば最速で消えたのは自分自身。すっげえダイレクトに受けてビシャビシャなんだけど。めっちゃいいじゃん。これこんな難かったっけ。むずいんだ。一発目で。いやもう無理だなって思いましたもん。やっぱチームワークがすごい上がってるんだよ俺たち。そうですね。すいませんでした。あれ？牙が抜かれたかな。堀が秒殺されたのもそのはず。前回の経験をもとに圧倒的に連携力がアップした鬼。さらに今回改良された鈴の音の刀、より繊細に鈴の音の動きに反応し、しっかりと居所を伝えられる仕様に。これこんな難かったっけ。その通り、鈴の音の難易度は格段にグレードアップしている。なので堀さん、あまり落ち込みすぎないでください。しかしこのままでは初回配信にもかかわらず尺がべらぼうに足らない。ということで2回戦も配信しちゃいます。